おはようございます。ティアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。眠いですなんででしょう、時々休みでなんか寝たいのに寝れないっていう状況が続くと、なんかもうもうくったくたになっちゃうんですよね。なんか寝れないですよね、日中ね。僕のちょっとした悩みです。ただ寝ることが好きなんです。それを認めてください。じゃあ始めようか。はい、というわけでね、今回は大小勇者もあるんだけど、マスタークラスいよいよね、最強バトルマスター決定戦行きましょうよ。もうこれ行きましょう。長らく皆さんお待たせいたしました。モンバト界の最強職業と言われたね、バトルマスターの決定戦に挑んでいきたいと思います。眠いです眠い、今日眠いアピール多いですよ。大丈夫か。これ行こうよ。バトルマスターといえばね、苦い思い出がありますね。武闘語りに苦い思い出があるんですけどねでどうしようと思ってるよ。だから結局後回しになっちゃったんですよね行けるかな。まあ行くしかないもんね。行こうか。レディゴー。さあ来たよ、このロゴよ。もうこれさ、時々も片方のチームがガチパなんですよね。ちょっと待ってください。ちょっとちょっと、片方のチームあかんやろ。片方のチームやっちゃダメだろ。片方のチームあかんだろあれ絶対運営は狙っている。ちょっと待ってくれよ。え、なに、片方のムービーやばいじわ。片方のムービーのさ、パーティー、あれ優勝者でしょレディさんとジェントルで、ああ、最強バトルマスター行きましょう。ちょっと待って、これ先が読めるんすけど大丈夫っすか。片方なんか変なんでできません。大丈夫っすか。やだな。最強のバトルマスターを決めると聞きましょう。モリーさん、どうします。いやー、でももうゾウだよやめろよ、ほんと君もさ出なくていいよようやくマスターガス大体だな。ちょ、今日噛むな。おう、俺様、お前にリベンジするように鍛えてきたぞ。大輝はなんとかなるっしょ。このガチ勢だよ。このリュータとかいうガチ勢をなんとかしないと。へえ、怖い怖い。でもどうせ、一歩スキルチームだろ。おギグ、バカ言うなよ。そんなに単純じゃねえよ。一発系だよ、お前は。でも、俺の前に、チラも相当マジだぞ。おう、なあ、チラ。うわぁ、リュータやりに来た。リュータ絶対やりに来とる、こいつ。さあ、行くか。さあ、一回戦ですよ。まずはバトルマスターのね、前哨戦といったところですよ。まあ、ケンちゃんの時みたいにね、ポンポン負けるわけにはいきません。なんだ、このパーティーは。よくわからない。よくわからないです。私、よくわかっておりません。何のパーティーですか、これは。ちょ、相性も発動してねえじゃねえかよ。はい、決まりました。じゃあ行きましょうか。武器は残魔刀。そしてメタルキング、ちょっと待って、え、身の守りが、身の守りが229というか化け物が誕生しましたバトルマスターってこういうことですね。相方は暴れ牛ロイド、レンデンリュウ。まあね、お互いね、結構打撃耐性とかあるんで、バトルマスターはやっぱ打撃の応酬になる可能性が高いんだよね。この二人の打撃耐性はね、使えると思う。でね、バトルマスターのね、ザンマートっていうのはウェポンダブルスキャンによる武器ですね。さあ行きましょう。いやでもね、まあここで負けるわけにいかないですよ。ウェポンダブルスキャン使ってまでですよそれで負けてみーさって話ですよ。まあでも分かんないのがモンバトの楽しいところ。さあ行ってみましょうか。いやでもここはまずね、これで行こうか。あーでもスナックメインでよかったかもな。耐え抜き効く感じがしないよね。さあまず、おっと、まず壊れステータスをしたね、主人公ビッグバンを放ちます。これがウェポンダブルスキャンの力よ。くれ467、火力がかなり高いですね。ストライクハート、何、知らない武器なんだけど、それ何、ストライクハートって。あら、待って待って待って、お前は間違ってるぞ。え、まあそれ混乱もしますよ。まあ正直思うんだけど、混乱もしますよ。そりゃ男がハート飛ばしてきたら何、あー、足が下がっていく、やだな。で、電電流がまさかの混乱していく。さあ、暴れ後ろ行きます。行け、後ろり、うっしー。あんまり効いてない。効果はあんまなさそうですね。熟練の技。おお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 
なるほど、これが熟練の技か。ミスしたけど。何してんだよ、お互いポンポコつがいるぞ。お互いのパーティーに、おお、ちょっとお互いのパーティーにポンコツがいらっしゃるんですけど、どうなってるんですかねこれお互いのパーティーに1体ずつポンコツがおっと、何スペシャルカード何使ってくんの。おっと、かわいい、これはかわいい。ビアンカです。炎のリング追撃発生します。ここから敵の攻撃に追撃発生します。さあビッグマンいきましょうね。さっき460だからね、これは強いよ。魔人公テスタっていうね、もう主人公はやっぱ使えるとこんな強いんだね。バトルマスター強い。うわこれ炎のリングの追撃強くね。あ、さっき外した熟練の技をもう一回見せてくれんの。あ、当たったね。おお、あ、かっこいい、かっこいいだけだったわ。何待って、あのさ、男がやることじゃないと思うんですよ、その技とか。いきまーす。ウッシーが突進します。このカメラ目線でね。はい、このカメラ目線ですよ。さあさっきね混乱してたデンデンが砂を撒き散らします。おら砂やさあもうここまで来たらもうこれで終わりですよ。ん、うん、もうこれで終わりですよ。もうギガスラッシュのとどめの爪ですよ。余裕です。まあまあまあ。まあ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 、一回戦こんなもんですよ。まあね、ちゃんとしてるしね、パーティーもね。まあまあ、見事な勝利。かなり腕が上がってんな。本気でいかないとやばそうだぜ。お前、あの時の武道家どうだったんだよ。本気じゃなかったのかよ。お前らも大丈夫なのかって。もちろん楽勝だったぜって。さあ、この2回戦が終わると、キラは連戦だな。ああ、まあそりゃそうだよな。これで竜太3回戦だったらさ、ちょっと、んってなる。俺を殺しに来たのって。いいぜい。さあ、2回戦ですよ。何が来るかな？なんだなんだよくわからない。やっぱりよくわからないタオパーティーができたな。これバトマス相性あるね今度はあるのか。対戦ですよ。まあ、パーティーは変えずに行きます。下手に変えるとね、この前みたいになっちゃうんで下手に変えずにね、行きましょう。まあ、でも 2300HP は勝ってるなら全然わかんないからね。この HP だけじゃ何とも言えない。砂煙で行こうか。まあね、状態異常にしつつ狙いつつダメージ与えていきましょう。お、早いね。砂に使うの。お、なに？光の玉だと？なんと一旦目から勇気をためにくる向こう。まさかの向こうは勇気をためにきましたよ、ちょっと。え？そんなに耐久力あるように見えないけどな、向こうのパーティー。お！お前その見た目で避けるんかい？お前その見た目で避けれるんかい？はい、眠り好き、今度当てました。会心の撃撃出していく！まさかのな、眠り好きで返し出るとこれでまあデンデンも取り返してくれたね。はい、ビッグバン強い。さあ向こう何してくんの。プチダウン、はい、プチダウン急降下。うわあれ本当にもう治らないよあんた奇跡の剣技。おお、何をしとんねや。いや、かっこええけども外してますね。ブーメラン、なんか発言みたい、僕の発言みたいな名前してますね。痛いね。ここはつばぜり合い仕掛けてみるか。一回ここはつばぜり合いいきます。ここはつばぜり合いで、あーちょっと微妙か。やってみよう。まあまあ俺の連打に勝てるか。俺の連打で勝てるか、試してやるよ。眠くても連打は勝てるよ。はい、お前の光弾は無駄になった。お前の光弾はもう無駄になりました。勝てないよ僕には眠かろうがね、本当に連打だけは本当に自信あるんで最近ズバゼリで負けたことない。何笑う、本当だ笑ってる。
え、何それ、ニヤニヤ笑っているって何、なんかあったかな、え、はカウンター的な、カウンター的なやつこれ、え、何何何、なんか怖いんだけど、ちょっと待って、なんか怖いよ、なんか怖いよまさかこの作品であれできる、もしかして爆弾岩くん、もしかしてこの作品であれができるのか、一気にはまさかちょっと待って、まさかまさか、え、爆弾岩くん、まさかそんな君がそれをできるのかい、このゲームで。あー、またまってねえな、光の玉いけ、ビッグバン。あー、これご利用した方がよかった、ビッグスラッシュとかで、わかんないね、回復なんだ、回復だあんま知らないんですよ、ほんと主人公の、おーおー、え、回復ちゃうやんけ回復ちゃう、投げた投げた、君回復してない、ちょっと回復ちゃう何をしてるの君、何してんの、回復じゃないやん、もはやそれは。回復って言いながらさ、武器投げやんといてくれるかな、そんな煙、はい、あーでも溜まってねえねえ、ユキ、あーこれギガサラチで勝てたじゃん、え、まだ笑い続けてる、どういうこと、全然わかんないんだけど、彼が何をしたいのかわかんないんだけど、俺、え、僕何が何だかわかんないですけど、え、どういう戦法なのあれは。まあ勇気溜まって負けるってことはないやろ、少なくともこれでつまずやしとけたのはでかいよ、砲丸投げ、おお、それ足かせですよ、なるほどコミカルな技ですね、砂煙いきます、まあ打撃耐性があんな、何何何、爆弾魔くん怖いんだけど、僕君がなんか怖い、でもさっきからカウンターっぽいんですけど、爆弾魔に攻撃してないんすよね自分たちが、冥界の釜、はいはい、よっこいしょあれ爆弾魔はいやいやいや、何だったんすかね、さっきのさっきのパーティーは何だったんですか、奇跡の剣技を外し、え、回復を外し、回復してないというか、で笑うは笑い何がしたかったんでしょうか彼女はよくわかりません、ハマれば強いんだろうね、ああいうパーティーはね。さあ準決勝やで、よし、いいぞ、ディーラ、いやー、でも次がそうだよね、いやー、このキャラ的来たか、いや強そうだなこれ、ここで負けると2回戦分僕は巻き戻さないといけませんね。あ、このパーティー見たことある、あの通常でさ、バトルしてる時に見たわ、このパーティー、うわー嫌なパーティー3回戦ですよ、準決勝、ここで勝てればね、あの決勝です、頑張りましょう。いやー、でも向こうのパーティーもこっちのパーティーも物理に耐性があるからね、どういう戦いなのか全然わかんねえな、これでいくか、ストーンマンの立ち下がるは気をつけたいね、物理が効かなくなるからね、その時点で。何？早いね。はいーみんな好きだね、その子。バーバラ好きだな、ほんとバーバラ好きだな、おめえらはな。CPU 見てて思うんですよ。バーバラのね、あの頻度が高すぎる。そうそう、これこれ。この立ちふさがるがね、強いのよ。ダメージ軽減しつつ、物理攻撃無効じゃなかったかな。なのでちょっと今火炎の息とかに刺しました。ビッグバンどうだ、あ、効くんだね、ビッグバンは特技が効くんだね、物理が効かないのか、岩投げ嫌だな、岩投げってことはグリーンガムで止まる可能性あるのか、止まんねよ、よし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 、グリーンガム怖い、これは特技でしょ、ただあんま効かないかもね、あ、105、そう防御力上がるからね、何してんのなんと眠らせてしまいました、ただ替えの息入っちゃったね、ここで、ここで替えの息入っちゃったからストーマー起きてるよね、高速切り、さあどうだ、うわ嫌だな、防御力223、どんぐらい食らうの、 OKOKOK 打撃点差ある、結構打撃点差あるよ、ストーマー起きてるよね向こう多分、
難しいな。ビッグワン行きましょう。さあ向こうのグリンガムの宇宙はさ無効化できたんでかいよ。それにしてもビッグワン結構効くね。さあデンデンも頑張ってもらいましょう。火炎抜き、おっと、バトモス避けんの。ちょっと待って、バトモスが今メタスラよりそのメタルキングぐらいを着てシュッて避けんのやめてくんない。ああ、デンデンニューが、うーん難しいね。眠り月寝ど、ああでも寝ないか。いや向こうの勇気が溜まってる説あるな。次つばぜり合い行きましょうか。つばぜり合いまたはこれギガスラッシュもありじゃない。これワンチャンギガスラとかで押せるんです。おい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 。ちょっと待って、遅いって。ここワンチャンギガレインでさ、ああつばぜり合い、びっくりした、とどめの一撃かと思った。876ドン、よし必勝パターンをもう見つけましたよ。僕行くぞ、俺で勝てるか、勝負だ。よっしゃ、もう何があっても負けない。もうね負ける気がしないっすね。 CPU 相手なら負ける気がしないかもしれないから、つばぜり合いもう勝てるようになったかもしれないですね。このゲームには通じてラストです。もう終わらせましょう。はい、安定っすねこのパーティー。このパーティー安定っすね。